あ、聞こえてました。いっぱいです。斉藤さん来てましたね。来てます。来まくってる。来まくってるでしょ。ね、すごいよ胸。ちょっと何枚抜けるんだろう胸。胸超気持ちいいよ。こういうの映ってるのね。超気持ちとか言っちゃった。そうですよね。そういうイメージ。そういえばね。もうすぐ来ますよ。もうすぐ、もうすぐ来ますね。私イメージ違う。もうすぐ来ますよ。え、中西さんの胸が？そう。なかなか。詰め物が違う。詰め物はね。詰め物は。はい。余計な靴忘れちゃうんだよね。ごめんでもいいや。もういいや、バッチリ。タイタニックを元気で歌える。そう、なるほど。どんな話になってるんですかこれは。いや、な歌入れを、ええ、俺がやるのって話になって、うん、下手な人の歌入ればっかりだから俺できないよって言ったんですよ。いや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 、たらでも、あ、今までやった中でうまかったのは那須川りみさんだったなって話。まあうまいですよね。すごかった。すごいでしょ、うん、すごかったです。だって選ぶ必要あんのみたいな感じでしょ。選ぶ必要はあったんですけど、はい、もうなんかね、出ない、来た来た、ジャッジの次元が違いますよね。そうですよね。いや、ピッチがどうのこうの、まあ、そういうことですよね。もうなんかこう ニュアンスという意味での、そうそうそう、次の段階に行けますよね。強弱がとかね。確かに。セクハラみたいな。あ、ね、ちなみに、ケイドさん、もみしだかれてたって書いて。ちなみに、中西さんは音域はどれぐらいなんですか。地声で皆さん興味あると思うんですけど、杖、杖とか上がですか。上の上が杖、下は下はどこまで出るのかな。もう2オクターブ並みですか。 どこだっけ、2オクターブでね。そうなんです。あ、ね、そういうことすらなんかいまいち自分でも分かってないってなるでしょ。誰かに聞いちゃってるみたいな。どうだっけ、ね、どこだっけみたいな。でもその限界超えましたけどね。下はその上はじゃあもう裏声でいけちゃうんですよね。いきますね。裏声だとどの辺までいくの。20系ぐらいまでいくんですか。すごいじゃないですか、ここまで。これはもう 10系ぐらい。だんだん犬が集まってくるぐらいのところまで。そうそうそう、犬にしか聞こえない。でも犬にしか聞こえない声っていう。犬のためのコンサート。今出てますよ音とか言って。中西圭三もう歌ってるんですけどみたいな。入るには人間は入れません。すごい、その辺で泣き出しちゃってわわわ。サビは犬にしか聞こえません。あしからず。だから、あの、僕はあの公園とかでカラスと会話してますよ。え、どういうことですか。公園で。ちょっと危ない感じになってきましたから、ちょっと会話が。カラスも返事するんですか。ええ、あの泣き真似とかしてね。カラスの、ええ、カラスのね。いるよね。あわとか言ってこう、あの、ええ。ふとなんかキョロキョロっとしますよ。いや本当にカラスが。あの、え、もう顔なじみどこにみたいな。止まってるおじさんとかいっぱいいるよね。カラスこうやって餌付けしてる。カラスって頭いい。ハトじゃなくて。カラス、カラス、カラス餌付けするのちょっとあれですね。カラスね、頭いいですよ。だって、うん、こんな話っていいのかな。いやいや、あの公園でそれこそ うちの子供が小さい時に松ぼっくりで遊んでたんですよ。子供が怒ってたので、はい、だからカラスもきっと赤ちゃんだと思うんですけど、それポンって飛んできて加えて、あの俺ベンチに座ってたんですけど、はい、飛んできてベンチのところでポンと落とすんですよ。遊べって。ほんで投げろって言うんですよね。嘘、カラスに投げろって言われたのに。で投げたんですよ、はい、たらピョーって飛んでってポンポンポンって帰ってきてまたポンと離して、また投げて。それ前世犬ですよ。いや、そうそう、そんな感じ。カラスの前世は。カラスじゃない。で遊んでたらしまいにうちのチビがポケットにこんなちっちゃいおもちゃの車持ってたんですよ。そしたらここに止まってポケットの中覗くんですよ、ね、カラスが。でおもちゃの車加えて飛んでくんですよ。おと本人で慌てて「あやだ持ってっちゃう」とかって追っかけるじゃないですか。待ってるんですよ、木で。で追っかけてくるとまた飛ぶんですよ。追っかけてきてって追っかけて、やっぱ それもいいんですよ。で最後に返しに行くんですよ。すごい、僕母ちゃんと名前つけときましたけど、ね、母ちゃん。その後会ってないですけど。母ちゃんすごい。ちょっと判別がつかないもんね。カラスショー、犬のカラス。すいません、くだらない。向井さんいないもんって。代わりに。つなぎ。でもね、時間はどんどん。そうだね、センターだもんね、ここね。歌を。そうそう、歌ってみますかね。写真撮ってこよう。撮りましょうかね。
やっといてなんだからいいんじゃないですか。で3時過ぎちゃいました。いや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 、恐ろしい。声が終わっているんでしょうね。予定時間が、予定時間がおかしい。さあ、21st Express。はい。言っとけばよかった。じゃあ、最後のサビのところですね。今の行ではなく、そうですね。はい。ザーデンはカラス。カラス。はい。いつか時を重ねてみたい The 21st Love Express 心呼び覚ませ Wedding High 今 21st Love Express 分かち合う響き。中西さん、はい、進行状況僕全く理解してないんですけど、はい、今は今ね、今のところを撮ってました。だからメインですか。そうです、メインなんです。了解です。ちょっと一回聞かせてください。はい。心呼び覚ませワリンハイ今 21st Love Express 分かち合う響き。はい、大丈夫じゃないでしょうか。はい、そうですね。じゃちょっとそのそのシャネスリーもやりたかったな。その後ろ、はい、シャイニングスイートからどこまで行きますか。そうですね、そのまま後ろも行きます。じゃあ中西さんが手を挙げるまで、はい、了解、ずっと撮ってます。はい、はい、行きます。サブリファンサーフェス心呼び覚ませファリンハイ分かち合う響き Shining Sweet わさあ 21st Love Express 風を呼び起こせ Burning High 今 21st Love Express。 はい、大丈夫ないですか。そこまで。はい、ファリンハイ今 21st Love Express 分かち合う響き Shining Sweet わさあ 21st Love Express 風を呼び起こせファリンハイ中西さん、はい、風を呼び起こせって、はい、今割と引っ張り気味じゃないですか、はいはいはい、あれはいいんですか。そうですね、まあなんかそういう癖は結構多い方、全然おかしいとかではないんですけど。あ、そうですか。意図的であれば全然問題ないです。じゃあとりあえずそうさしといてもらっていいですか。なんちゃって、はい、一応言ってみました、ね、ありがとうございます。すいません。じゃあ続きということで、はい、巡り合う奇跡。はい、はい、よし。風を呼び起こせ Burning High 今 21st Love Express 巡り合う奇跡 Shining Sweet。 はい、聞いてみますか。はい、ファリンハイ今 21st Love Express 巡り合う奇跡 Shining Sweet 巡り合う奇跡だけやってみると思ったら聞かせてください。はい、あ、その一言だけで。あのね、今 21st Love Express その前のところからやります。で、巡り合う奇跡まで。で、あ、了解しました。じゃあ、はい、今の行頭から、はい、入れちゃっていいですか。今ですね、はい、はい、はい、さあ 21st
風を呼び起こせファリンハイト今21サムエクスプレス巡り合う奇跡キャビンスピー今木のアウトって大丈夫でした？あ、違う、はい、ちょっと聞かせてみてください。はい、確認します。さあ、テリバーサーエクスプレス風を呼び起こせファリンハイ今、テリバーサーエクスプレス巡り合う奇跡キャビンスピーわーは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 ー中西さん、はい、奇跡だけ直しません？やっぱりちょっと遅いですよね。ね、遅いよね。お、新しいディレクションだ。はい、おかえりなさい。ちょっと斉藤君に任せたから。よろしくお願いします。さよなら。はい、あれ向井さん、ちょっと昼寝させてあげましょう。はい、そうしましょう。おやすみください。それでは、巡り合う奇跡をいただきます。はい。はい。さあ、21サムエクスプレス風を呼び起こせファリンハイ今、21サムエクスプレス巡り合う奇跡キャビンスピー見えないよね。見えない。グッグッ、OK です。あ、OK ですか。じゃあちょっとそのサビこの2ブロック聞かせてもらっていいですか。はい、頑張れ頑張れ。いつか時を重ねてみたい The very first time I express 心呼び覚ませ Running high 今 The very first time I express 分かち合う響き Shining sweetThe 21 Sun Express 風を呼び起こせファリンハイ今 21 Sun Express 巡り合う奇跡キャビンスピすごい声が変わった。さっきと全然違うって言われてました。やっぱりお腹が満たされると声が回るんだ。なんで早く食わなかったっていや、いいんじゃないですか。そうね、なんか良くなりましたね。うん、全然いいですよね。ちょっとじゃあ、もう一回だけ聞かせて。はい、しつこいようだけど。じゃあ最初からみたいな。じゃあどういつか時を重ねてみたい心呼び覚ませファリンハイ今21サムエクスプレス分かち合う響きシャニースリーわーさあ21サムエクスプレス風を呼び起こせファリンハイ涼しくなった。なんか良かった。中西さん、はい、ちょっと細かくて申し訳ないんですけど、今聞き出したブロックの2行目、はい、心呼び覚ませってありますよね。うんうん、はい、ちょっと低めなんだけど、ね、どうですか。やらせてもらっていいですか。うん、はい、いいですか。任せろか。これね、単独チャンネルとか配信されちゃうんで。そうなんですよ。ね。そうなんです。あとでギターも直そう。ね、みんな修正して乗っけちゃうんじゃないのきっと。いや、もうファイルで持って帰ろう。究極の。それでは心を呼び覚ませだけ、はい、いただきます。いつか時を重ねてみたい The 21st Summer Express
心呼び覚ませファリンハー心があれだったか、うん、あ、よかったんですけどね、惜しかったですね、はい、いつか時を重ねてみたい The burning for some express 心呼び覚ませファリンハーリズムが悪いね、うん、ちょっと引っ張りすぎかもしれない、はい、いつか時を重ねてみたい The burning for some express 心呼び覚ませファリンハーちょっと流れで聞いてみます、はい、もう一行ぐらい前からします、はい、We will meet each other いつか時を重ねてみたい心呼び覚ませファリンハイハイ今 21 Summer Express 分かち合う響きシャリンスリーどうですか、あ、いいです、大丈夫だと思いますけど、助かりました、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとサビの中の、はい、ちょっと下ハモっていうのをちょっと一回試させてもらっていいですか。了解です、はい、あのどこのサビでもいいです、試しでちょっと、うん、今のところでもいいと思います、はい、いるのかいらないのか別ドラフトいいんだろうな、うんざうんざいわゆる下に地ハモっていう感じですか、そういうことなんですね、はいはい、コーラスの自分でやったらいいんだ、通称地ハモ地ハモって言いますけど、地ハモの地ってどういう地なのか知ってる方教えてください。文字の地なのか、なんかいろんな説があって。どっちなの？自分をハモる地。自分の地なの。自分でハモる。どっちの地かどっちだ。中西さん、地ハモ地ハモって言うじゃないですか。はい、地ハモの字って どの字の字だか知ってます？え地面の字ですか？地面の字、あこれは親切だ。地ハモ。次のハモ？次のハモじゃないと思うな。いや次じゃないですね。地面の字って書いて地ハモ。あそうなんだ。だと思いますけどね。下地にハモるみたいな。そうまあそういうことでしょうね。下地にハモるんですよ。うん、あそういうことだと思う。ちょっと斉藤さんって何を言われてたかよくわからない、うん、はい何ですかどんどん突っ込まれてるおかしいよね行きましょうか、はい、ただ1サビを出します、はい、夢に見た世界で行こう The Penny Pass Love Express 風を呼び起こせファリンハイ全部いらないよね。あの、うん、そうですね。要所要所なのかな。前半だけとかね、うん。それでやってみましょうか。その後だって上がってくるとこって。大丈夫ですか。音程的に合ってますか。大丈夫です。そこは。やってみます。はい。はい。夢に見た世界へ行こう The 21st Summer Express 風を呼び起こせファリンハイ今 21st Summer Express 巡り合う奇跡 Chinese Dream
これねいいかもしれない。どうですか皆さん、はい、さあさあ、ツイッターで聞いてます。じゃあ、乗っかってみます。じゃあ、一緒にしちゃうの悪い。さあ、ペリファサーどうぞ。ナインさんで、その入り口の、はい、タータラっていう音だけ拾えればバッチリです。はい、わかりました。はい、よろしくお願いします。何個取れるんだ、そこ。はい。はい、夢に見た世界へ行こう。さあ、ペリファサーベクスプレス。風を呼び起こせ Running high 今 21歳わかんない。今か、あ、そっちごめんなさい、はい、そこから、はい、今ちょっと待ってください。今ってずっと覚えてるっていう、伸ばしてましょうか。いい、ね、開いてないですね。今ちょっと 前半撮ったやつがですね、ちょっとこちらで撮れてなくて、はい、どうぞ申し訳ございません。すいません。そういうこともあらな。ありますあります。それでは出します。出します。さあ、ペリファス。今か。さあ、今。そうですそうです。さあ、今。さあ。これだけやっといて入るときガーン違ったりする、ね、そうなんだよね。何回練習しても道間違えるもんな、はい、おやお、ここに来て少々お待ちください。ここに来てフリーズ少々お待ちください。はい、はい、これ再起動的なこういうこともあります。じゃあ3分皆さんヘッドホン取った方がいいかもしれないですか。大丈夫ですか。スクランプルセミになっちゃう。セミ採用された。カラスもセミもあーガスって当たるマシンに当たるかもしれない。以上。昨日ラップの中に入れてみたかったのな。優しいフォローに涙。いやー3回までですよ。まあね、こっちも間違えると直していただいてるんで。自分も下手くそなくて、まあ、もう一回はしてとかっていつも言ってるんで、最近でも3回ぐらい絶対できると思う。つくつくラップ。あと2回とかかな。2回。あと2回かく。今年の力を借りよう。あと2回か。大変だな。でもね、ミックスして出すともっと固まっちゃうかもしれないから。5回ぐらいにしとこうか。別に何かくれとか言ってないんですよ。5回ぐらいで。おう。これたくさん飲むとどうなんですかね。あんまり1日1本ぐらいでいいんですよね、きっと。ブースにつくつくわずか13キロカロリーですよね。蜂蜜も入ってますから喉にもいいんだと思いますよ。いつの間に押し込んでたんだよ。あと4回になりました。さあ、21st Love Express、
風を呼び起こせ。もうちょっと噛むかと思って、こっちのは買い占めだけど、違うところに見えたから、この数じゃない、ない方が。あー、ゆっくりと辛いけど。待て、最長。ちょっとなんか、もしもしかしたけど、気づきは多分補充してる。一瞬だった人気だよ、皆さん。もうでも麺取れたんだと思うから、今ちょっと再起動。あとはね、喉なる山となるんですよ。ツールスが。本当に。プロツールズが落ちた。できたも同然ぐらいの。再起動もしてるし。プロツールズにじゃあレッドブルかなんか。もうどうすげえな。中西さん復帰してます。本当。だから最初から弁当食えばよかったんだよ。あの伊集院さんがやじゃあ伊集院って弁当食ったら音色が変わるとか言うからな。でもね。俺はさ、俺がいかんじゃんさ。生姜焼きの生姜が喉に良かったとか書いてありますけど、ね、あ、なるほど。でこれからのボーカリストの生姜焼きのでも大体食わせると良くなりますよね、歌の人ね。うん、でも彼は全然違うとしたよ。あ、そうなんだ。これが久しぶりじゃないの、プロツールズが行っちゃったって。そうですね。両方使えるみたいなの出ればいい。でこれで全部のデータが消しそうになるんだ、すごいことね。私一つ忘れてる。じゃあ1曲目からストリングス呼ばないと。へ、当然弾き語りの曲になったし生ギターとマイク1本だね。生ギターカメラ1個でいいです。アコースティックバージョン。じゃあアンプラグドちょっとピアノ開く深いやけん、ケースアンプラグド急に方針が僕らね、もうとっくにトラックダウン始めてるけど、時間そうですね、1時間本当は。いやだ、隣と分担して2曲まとめてミックスしよう。バランス取って、これミックス中に多分気絶してたな。あれ、ホテルって今日ホテル、あ、そう、あ、ということってホテルで休むのもちょうど同じくらいの大元。まあそうだけど、やっぱね、そうだね。そのカメラにマイクもついてるし、なんか遠くからいびきがいびきだけ向かいのカメラはホテルから、ホテル、ホテルだね。ホテルからネットデュエットちょっと DJ メリオでっちゃうけど、ちなみにその前半残ってました。そうですか、はい。じゃあその前半聞きながら、はい、お願いします。カフェにパサメエクスプレス、風を呼び起こせ、ファニンハイ。今フェニダメだ、ダメだ、やっぱ来た。今フェニカフェにパサメエクスプレス、風を呼び起こせ、ファニンハイ。今フェニパサメエクスプレス、めぐりあぶ奇跡、シャニースピー。ごめんなさい、もう一回やらせてください。今ちょっとごめん、戻ってきました。はい、 I'm coming back。ちょっと今下をつけてみてます。びっくりした、俺何やってるのかと思った。いいねこれ、はい。やっぱり賛成に賛成だな。賛成に賛成。ありがとうございます。賛成です。うん、はい、どうぞ。前半だけ下を。なるほど。カフェにパサメエクスプレス、風を呼び起こせ、ファニンハイ。今24パサメエクスプレス、めぐり奇跡シャミスピー。ちょっと合ってないか、うん、ちょっとリズムが、もう一回、うん、はい、これいいわ、グッドアイデア。カフェにパサメエクスプレス、風を呼び起こせ、ファニンハイ。今24パサメエクスプレス、めぐりあぶ奇跡シャミスピー。すごくいいよ、はい、こ
もう知らない間にこんな世界になってたんだ。なんいやもうあのちょっといっぱいいっぺんやってみようということで、うん、やってみたらまあありかなって言って やっております。でこれはあの公式見解としては最初からここは考えてましたってこういうことですよ、はい、そういうことですね。はい、これはこれあの頭の部分だけにしてるんですけどあのフライハイのとこだけ2000になっちゃうのありですか。いや斉藤さんいいよね。いやいいんじゃない。いいと思う。え、ずっといるよりいいと思いますよ。なんかねそう思いました、うん、すごい今ダブルプロデューサー状態だからかっこいい、はい、ダブル P、 いやダブル P でダブル P で行きましょう行きましょう、これあのトリプル P はやばいですね、あんまりちょっとメディア的にやばいと思います、うん、はい、はい、行きます。そう、まあ、はい、わかりました。はい、わかりました。はい、わかりました。最初の反対だったんだよね。ずるい人って書いたことない。ずるい男だっけ。美味しいとこだっけ。いつか時を重ねてみたい。 The 21st Summer Express 心呼び覚ませファリンハイ。分かち合う響き Shining Sweet Wow さあ 21st Summer Express 風を呼び戻す。そう、もう一回やります、うん、今の入り口のとこですよね、うん、はい、そうですね。今3回目のとこだけ。いや、全部やります。全部やるの。さあ 20… どうぞ。はい、いつか時を重ねてみたい。The 21st Summer Express 心呼び覚ませ Running High 今 21st Summer Express 分かち合う響き Shining Sweet さあ 21st Summer Express 風を呼び起こせ Running High。やっぱあそこのとこダメだね。あの今のとこのその前の今をだけやってもらっていいですか。今それだと何言ってるか分かんないですけど、ね、下から2行目ですか。下から2行目。え、1回目の方の今。はい、1回目の方の今の話をしてましたが、1回目のどこのことですか。あ、うん、1回目は大丈夫じゃないかな。いや俺最初は大丈夫だった気がするよ。ナイスさん気になったのは、はい、最後の2ブロックありますよね、はい、そこのさあと今の出だしの音だけ低かったかな、はい、分かりました。さあさあ、はい、じゃあさあから行こうよ。さあから行きましょう。 B 出し前ね、はい、だよね。さあどうぞ。いきます。今 21st Summer Express 分かち合う響き Shining Sweet Wow風を呼び起こせ Running High 今 21st Summer Express 巡り合う奇跡 Shining Sweet 今とかやりましょう、うん、はい。それ2行とも言っちゃって大丈夫ですか。はい、いいです。はい、2行と、あ、今の、はい、今の、はい、さあ 21st Summer Express 風を呼び起こせ Running High 今 21st Summer Express 巡り合う奇跡シャミンスリー聞いてみません。はい、聞きます。心呼び覚ませ Running High 今 21st
ですか、うん、大丈夫かな、うん、いかがですか、大丈夫だと思う、で、はい、実際こんなレベル上げないよね、はい、そうだと思います、その2000になった時にガクッと落ちちゃうから、はい、そうですね、はい、じゃあそのレギュラーバランスチックの形で、はい、そういうことはこれで、そういうことなのかもしれないんですよ皆さん、やったじゃあ次斉藤さんの全部ギタートリカ行こう、はいはい、なんか持ってきたらあったっけ今ので大きっぱいですかねさてとさてじゃあ頭から聞いてみますか、はい、インストバージョンでしたっけ、違う違います違うやめてください、ギターネロ違う違う違う、違うアンプラグドバージョン、この2曲のアンプラグドバージョンをアコピと生ギターとボーカルで、撮りますので、9月6日ぐらいにやりましょうか、ずいぶん先ですね、ずいぶん先はい、じゃあそれじゃあ頭から、はい、こっちで聞く、こっちでちょっと聞かせてもらっていいですか、じゃあ知覚的レギュラーバランスで聞いちゃっていい、はい、いいです、うん、あんなに重箱の隅もつつきたくないので、はい、もうそれは十分に弁当の中でつつきました、はい、了解了解、はい、行きましょう、はい、新しい光に飛び乗って We are falling love 二人だけで旅立とう To the circle の空に咲いたら新しい星に願い込めてGo in by, yeah. 夢に見た世界へ行こう。カフェにファーサーエクスプレス、風を呼び起こせ、ファリンハイ。今、ファーサーエクスプレス、巡り浴び奇跡、シャニーズフィー。を行く新しい自分に向き合って We will leave each other 繋いだ手を離してみて To the time 遠く離れ行き引き合うもの感じて重ねてみたい Company for some express 心呼び覚ませ Running high Viver 20 for some express 分かち合う響き Shining sweet
next ride. Yeah.いいんじゃないですか。パチ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 、やりました。どうもありがとうございました。いやもうしばらく俺呆然と感動して聞いてたねこれ。どうこのストリングス。すごい。これすごいですね。歌い終わった後にボーカルのことやってどうこれストリングス。普通ないな。歌はさておき。とりあえずボーカルいいのはもうさておきね。お疲れ。いやー、すげえ。はい、決まってます。これは贅沢だ。すげえ贅沢。これ贅沢だね。生でやってって言われて困って20人ぐらい編成になっちゃうからね、これ。でもこれで今年の紅白が見えたから。ライブでライブ、ね、紅白で絶対練習しなきゃね。みんな大変だったじゃん。やっぱやめてください。オートチューンとか全員オートチューン。口パクって。2泊3メートルでした。あそこだけもすごい練習。これはもうあれだよ。いやーよかったね、ちょっとじゃあ NHK にプレゼンしましょう。NHK これ見てるかもしれないから、これNHK の方いらっしゃいますか。NHK の方いらっしゃいますか。問いかけちゃう。いらっしゃいますか。NHK これだ、こんだけ見たら NHK の人ちょっとご相談があるんですけど、僕らちょっとこれで紅白狙ってるんですよね。12月のですね。31日スケジュールだって紅白初ちょっと人数多いんで、うん、今のうち切らないとしか。お疲れ様でございます。ありがとうございます。ご迷惑おかけいたしました。よかった。なんとかなった。そういえば、あの、これはもういいよね。ギターも全然問題ないし。はい。ないですね。あっちさ、もう一個聞いとこうよ。はい。はい。トワイライトスリム。はい。そう、なんすかこの含みのある。いやもうじゃあ一応確認してほしい。せっかくでもね、それもトラックダウンに入る前にね、もう文句言わないように。いやもうミックスしながらでも直します。やめてください。オートチューンダメだから。ここはオートチューンとか。いや楽器あるし。あそうか、どっちかの楽器。いや置きっぱですから。あマジで。あれもマーシャルも人物本当は。じゃあちょっとね、なんて電池交換ですか。電池交換。すっげえやった。どっちの曲で紅白出るかだけ NHK 決めてもらおうか。今聞いて今のが 21st Love Express。 あ、俺らの場合2曲でってのもあるよね、スペシャルバージョン。いやいいんじゃない。紅白の特別な枠ね。特別な枠ね。そう、NHK のプロデューサーが僕らを選びやすくするためにいろんなあのヒントっていうか、あのこれだったら大丈夫。つまり CD で発売されてない楽曲が初めて紅白出るっていうことです。いいですね。ね、ネット配信でもう空前の大ヒット、うん、大ダウンロードをやった、実績のもとに、うん、この2曲が紅白で奏でられる。あの曲が入ってないんじゃ紅白ダメじゃんって言われて。そういうこと。もう裏のと裏に。嘘でしょ。なんでないの。そうで、これはここに今日参加してるタイムラインの人もいろんなこといろいろ意見も言っていただいて、そう皆さん投票してください。投票できるんじゃないか。例えばこうあのNHK によくあるじゃないですか、あのメールのアドレスとか、なんか向谷慶三プロジェクトがすごそうだとか。そうですね。あれじゃないと、あれが出ないと紅白の視聴率に影響するとかっていうのは、なんか突然バーってこう来るじゃん。でプロデューサーもなんか聞いて、あのユーストリームのアーカイブを見て、あこれだって、うん、いうことで、あの白組赤組じゃなくて、うん、ゲスト枠でいい。あゲスト枠です。じゃあこっからやろうか、スタジオ。あいいじゃない。このスタジオ白側赤側っていうのじゃないのがいいと思う。音楽の新しい歴史を開いたってことで。ゲストってあるんじゃないですか。わかりました。ランドマークスタジオからあのゲスト枠ね。ゲスト枠。あの昔中島みゆきさんの、あもうランドマークスタジオ空いてますか。31。もう抑えちゃうんだ。今のうちにね。既成事実作っちゃわないと。あこれむずみさん出てきた。紅白下ハモコーラスで確定したんですけど、本当に。でもそこにはみゆちゃんも出てくるよ。アカウント。うん本当に。流行語大賞。ゲスト枠。矢沢の次は向かいやって、なんか流行なんかちょっとなんか俺ちょっと違和感ない。これね、俺よ。向かい。いや別に揃える必要ないです。じゃあ裏紅白じゃない、表。裏じゃないよ。ね、裏紅白、紅白じゃ民放になっちゃいますよ。じゃこれがメインで出ることには津田くんがなんか裏で筋の立場は、あちょっとそこは考慮します。
いけねえ。だからみんな NHK でも BS 富士的にはその番組もさることながら、例えばコンテンツを作った時にやっぱ紅白にも出たあれって言っただけで違うでしょ。これ売れ行きがポー全然違うから、ほらここでほら今テレビ局の垣根をね超えたんだよ。よしこれちょっと今のうちあの僕らが元気の時に NHK の関係者はツイートしてくださいね。元気どういうこと。この千何百人の中の NHK の人が一人は必ず絶対見てる。これ多分ね社名で見せられてる人いると思う。お前ちょっと勉強のためにあれ見てろって。NHK に URL 送りましょう、ね、そうですね、誰か NHK に URL 送って、うん、でインフォアと NHK とかないんですか。 NHK-PR NHK にちょっと見てよ。大人の会話これは絶対見てると思いますよ。あの NHK の人はだってね今勉強のためにね、で今その勉強のために見てる人がどうやってこの話を上司につなげようかってところで今の、あ紅白のプロデューサーって確かねバンドやってましたよ。本当それどういうところか斉藤君詳しいね。誰とやってたんだっけ、うんうん、調べます、うんね、ごめんなさい、じゃあ、 NHK NHK の、いいですねこれいいですね。紅白特別枠ね、ここからぜここからそうここのスタジオからね、はい、で31日とりあえず仮押さえでNHK 様っつってNHK 様だから NHK 様って彼とだって黒部のダムの中で中継するぐらいだからさ、そうですよ ね、 ねそれに比べて近い横浜だもん、シューマイも食べれるしさあということで今、ギターテーマさんがすごい人脈があったとね、紅白のプロデューサーはいやピンポイントですさあ、それではですね、次に紅白のディレクターじゃない紅白のプロデューサーに捧げるってことでもう一曲、はい、ね、そうですね、さっきのは紅白一曲ですね、はい、これもう一個カップでカップリングで2曲で、ね、じゃあ、行ってみましょう、トワイライトスイム NHK の皆さんお聴きくださいSame time あの日に揺れる切ない記憶今も胸の奥に鮮やかに What a scene What a dream La 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 悔やみが待ちへ思いLa la la, it's hard to come. 偶然でもいい。この場所で We two. Twilight wonders. 浮かぶ見た同じ夢 past time. 移ろぬ季節、儚い記憶。今は胸の奥に穏やかに面影が待ちへ願いも It's a scene Twilight scene Twilight scene La 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 It is 浜から戸惑う想いもそのままで
ララレイン様から夕闇が待ちへ思いもかけしゅう Twilight scene, Twilight scene ララレイン様から偶然でもいいこの場所で特に NHK さんからまだ反応ありませんNHK さんにはいっぱい皆さんがね、ツイートしていただいて、びっくりしてですよね、いきなり、ね、NHK でもアットマーク NHKPR に突然なんか得体の知らないのが来てスパムかみたいほらスパムられちゃったりしたなんだこれ MM クラブってなんだお前ハガキの方がいいかもしれないハガキを書いてハガキをこのツイートの人に書いてもらうのって結構ハードルだってのど自慢もなんかハガキじゃないですか、ね、そうですかね、ね、いまだにハガキとかですよね、うん、住所氏名年齢なんとか書いてハガキみたいなあれじゃないの観覧ご希望の方じゃないですか観覧そうですねなんかわかんないけどいやこれはですねなんか絶対そのうち来ますよきっと NHK からお問い合わせ来た時に、編成がねすごく、NHK のハガキかって感じですよね、ちなみに NHK 近い方は直接行っていただいてもそうだね NHK そうだね、NHK は NHK の前で歌っちゃうとかストリートライブ代々木公園かなんかねこの編成のライブはだからさアコースティックアコースティックソロなんだアンプラグそれを毎週毎週 NHK なんか向いてもうそれってあのいわゆる嫌がらせこういうのそのうちほら NHK の方出入りする人も耳慣れちゃって耳あ今週いないのかな寂しいダメですかねプロモーションの基本ですけど NHK に今みたいなその飛び込みの営業を受け付ける窓口をまず明確にしてもらうってことですよ ね あるんですかないと思うんですよ今のところ多分、うん、だからこれはねちょっとねちょっと僕はね一言やらせてもらってこれね受信料で持ってる NHK だよねいやもう NHK の人聞いてくださいね受信料で持っているその受信料払ってる側である我々の中から生まれたこの音楽を他の多くの受信料を払ってる皆様がこう推薦をしていただいて直接ね例えば100通200通のメールが来た時にそれ NHK が動かないってことですねそれ受信料をもらってるという立場の根本を見失ってるってことにつながりませんか、そう思いますよね、この長い大きな音楽の世界の中でもこれ非常に珍しいケースでこれ生まれようとしてるとでこの2曲がもう間もなく配信されで多くの方に本当にお願いしますよ多くの方に、まあ、いろんな意味で多くの方にお願いしなきゃいけないんですけどね、ダウンロードしていただいたその実績だけでそれだけでですよあの紅白に出れたらそれは、ね、これはもうね前代未聞です著作権の話もしてきました原版権も話してきましたねそして最後行き着くところは紅白ですよそれも特別枠すごいフロム横浜ねどうですかちょっとアメリカに売り込みますそんなに知り合いが多いのいやいやいやそういうわけじゃないですかでもなんかのど自慢大会のオーディション出たらとかいろいろ言われてるんですけどどれが演奏すんだよそれなるほどね、はい代々木公園のステージって結構辛いんじゃないかなそのカラオケとかでぜひリクエストしてもらってえ入ってないのみたいなのどんどんですねあじゃあさこういうのどう下からの声、ね、これちょっとすごいこと思いついた、はい、どうぞあのねあのこれから僕らってミックスダウンした後に、はい、パートごとに落としたりするしカラオケは生で作れるんですよこの楽曲を第一交渉とか
そのカラオケ屋さんが第一交渉さん、え、第一交渉しますか、和田さん、和田さん、エクシングとかいろいろあるじゃない、はい、ああいうあのカラオケ屋さんに第一交渉上位さんとただピッチャー変えられないですけどね、俺あオーディオでね、オーディオで渡す、オーディオでもう中西圭三のピッチで歌えと、そうお前は中西圭三だ歌えないやつはやめろと、そうそうでそれなんかそれがちょっとそのカラオケ屋さんのねそれ応募してこいと、カラオケのビジネスが根底から変わるよカラオケでみんな自分のキーにこうピッチ変えてミディカラオケとかあるじゃないですかね、ダメですよ、ね、ダメそんなのダメですよ、ね、オリジナルで歌うと、そうそうそう、うん、だからオリジナルで歌うっていうことにだからオリジナルカラオケ作るんですよ、すごいですよね、オリジナル音源の中心のそのオリジナルのカラオケ自体を提供しちゃう、そうそう、だからこっちでできた曲のカラオケを提供して第一講師ね、だあの第一講師してますからそういうところにあのカラオケ屋さんで例えば他のミディカラオケの中にああの曲歌いたいやっていう人が出たら生演奏ストリングス本物ね、リアルで、ね、絶対ピッチ変えられない、ハモリはもう中西圭三が入ってる、そうそう、イントロだけは変わるんだけど本編に入ってパッと変わるんだけどなぜかイントロだけは変えられるんだけどダメだよそれ声のないところが間違ったりしてる、ね、NHK さんがこの話をそれ面白いNHK さんがこの話さっき の, そのプロモーションじゃ今一つ動かなかったらこの新しいムーブメントでニュース部門から攻めるんですよ、はい、ニュース部門、ニュース部門から今カラオケ屋がカラオケ店が変わったと、あるアーティストたちが生音を提供してそのキーで歌ってくれというね、あのそのキーオリジナルキー運動を始めたと、そのオリジナルキーね、オリジナルキー運動でそれがこのニュースで出る、でニュースの部門報道部門って結構多分力があると思うんですよ、はい、でそれがあのニュースで出て、おすごいなこれと、でそれを今度あの紅白のプロデューサーね、はい、あの斉藤が知ってるかもしれないってプロデューサーが、ちょっといいね、今度ニュースっつってよ、引っ張りニュース見てっつったら、嘘こんなことやってんの、とにかくこの向井圭三プロジェクト、これで二つの側面から言った、 CNN ですか、 CNN 来るかもしれないですね、 CNN でカラオケとか言う、 CNN です、 CNN の方後で英語でツイートしますんで一度寝てゆっくり考えてあ、ありがとうございました、はい、わかりました、調子に乗るなとこんな程度で紅白出れると思うなよみたいなでも やってみなきゃ分かんないんだって、分かんないって誰が出るか分かんないでしょ、だって向井康さんと圭三さんが曲作っててこうだよ、うんうん、分かんないっすよ、でも NHKPR さんは今全然つぶやいてないってことですからツイッターに接触してないとNHK ですからね、なんせそうかやっぱハガキですよハガキさんのろし、うん、いやあのこれは BS 富士さんがいるからね、あミュージックフェアでしたっけ、あれじゃあ、ね、まず BS 富士の番組にします、いやだから BS 富士でミュージックフェアだったら当たり前だと思うんですよ、あもう皆さんでもそこが足がかり、そいやそこをあえて紅白に一本化する今年の暮れだ俺12月31日なんで待ち遠しいもん、そうしたらこれパッケージになるんでしたっけ、あならないです、既成事実なんないんですか、いやちゃんといやパッケージでそ の, CD だよ、のドキュメンタリー、あドキュメンタリーなんでね、でそれちょっとプロモーションに NHK 様用に作ってくれたBS 富士に作らせて、それすごい説得力あるBS 富士さんがこんなすごいの作ったんだよ、この道筋がこれで3本立てですね、レあのリアルカラオケとそれからこのダウンロード数で第一交渉、ね、それと第一交渉ね、うんうん、そうだ紅白ですよこれ、年は紅白で、それどうですかね山口さん、これいやすごいですよね、うん、出ましょう、出ましょう、うん、出なくても行きましょうとか言ってじゃあ分かった、紅白でな、紅白に入る前に並んでるお客さんの前でごちょごちょごちょNHK 紅白前ライブあの人なみたいな、なんとかさん、あそう、ドキュメンタリーの NHK プロモ用に BS 富士が作った、このやっぱりクロスメディアですよこれ、いわゆる今までの民放と NHK の枠がねNHK を実は結果的に動かしたのは BS 富士だったってことで、 BS 富士の株価がバーンって上がるじゃないですか、でもいろいろあると思いますよ、いろいろあると思います、そこはあのね解決していただいて、うん、そうか、そこはやっぱ大人の対応なのかな、コンテンツありきで、うん、これやっちゃおうぜっていう勢いでなんとかしていただく、そうですね、でもすでにねなんとかしていただいてるですよ、その子どなたか、なんかないですか、いらっしゃいませんか、やばい面白すぎ笑いすぎて涙、そうね、
BS 富士のでも視聴率が一番取れるこの番組を作るタイミングは僕らが紅白出た後の午前0時からやったらいいって書いてありますね。いや引き続いてそうなんです、紅白の後にやっぱりガーってまた売れ出したりするんで、紅白やっぱゲストがいいな。いや俺ゲストがいいね。赤とか俺赤組とか白組とか向谷さんは NHK ホール行ってください、やだよ。あベッドデュエットそうそうそう、あの向谷さんはもうそれはやっぱギターデビューさんでしょ。そうやるのインタビューも受けインタビューも受け、じゃあやりますって言うと我々ここにいますから。あで俺のピアノ大島さん、山本さん、山の大島さん見てますか。山の大島さんツイート書き込んでください。あの紅白で向谷実だけ NHK ホール、NHK ホールの回線スピードをちょっとチェックしていただきたい。それね多分片っぽだったらできるけどちょっと遅れるよね戻りが。そこをなんとか。分かった、じゃあ俺があの訓練して20ミリセック30ミリセック遅れても演奏できる。あのほらギターのカポみたいなもんさ、鍵盤押してもすぐ鳴らないみたいな。それで弾けます。パッパッパッ。でも 21st Love Express はそれやったら終わるな。向谷さんもモニターに送るのを20ミリセカンド遅くしといて、送り出しはその手前側を出しちゃえばいいんだよね。なんとかします。なんとかします。そいつはなんとかなんとかします。これすごいですよ。 BS 富士にプロモーションビデオを作ってもらって、でヤマハがネットデュエットとユーストリームの技術を提供して、で僕らが紅白にバラバラに出てると。でこっち側の送り出しは BS 富士さんとジュンズさん。ああでマルチチャンネルか。紅白なのに、紅白なのに、BS 富士ベタベタってこうシール貼ってるやつね。それでそう、もうみんな宣伝したい人のもうシールだらけなんです、それはすごいですね。すごいですよね。で正月1月1日からドキュメンタリーのブルーレイがですね、発売になるんです。でこのだいたいロードマップができてきました。できましたね。どうですか BS 富士さん、これ喜んで喜んで、これね大事なの、これ全部アーカイブされるじゃないですか。だからこの時 NHK の人見てなくてもこの事実が永久に残りますからね。でもすごい長いですよね。いやこれ、いやそうなんかマークできんじゃなかったっけ、ね、マークできるんですか。できるんですか、こっからっつって NHK 様って書いてこうマークNHK 様が重要ですって書いてヤマハ様とか。そうですね、ヤマハの人来ないかな。ヤマハ第一交渉様もありますね、ヤマハ妄想が止まらないって妄想かな。これはやっぱりみんなで作り上げることでしょ、ね、だからあの話してますからミックス始めていただいて結構です。なんかね待っていただいて申し訳ない。じゃあぼちぼち、じゃその前に今回これだけの今戦後、はい、これも決めちゃうないと。そういう話をするんだ。あジャケット、あジャケット、そうだ、ちょっと向こうに、はい、向こうでやります、参加希望の方皆さん集まってください。大事な、これプリントされてないものもあるんですよね。それ持ってきていただいて、もうずっと1500人の方が見てらっしゃるんで、これ一番、これ今日のちょっとサイトのこれすごい大事な、この我々の運命を左右するぐらいの、そうですね、いつやるんだろう、いつジャケ選びするんだろう、ずっとジャケね、しかも今日ウィークで昼前なんで仕事してる人がいるの。すいません、どっちの曲からでもいいんで立ち上げてください。はい、トラックダウンの、あ、はい、すごいですよね。あ、つけてありがたいことでございます。切り替えてとかしてるかもしれないですね、画面を。ラジカセ SLS はい、よし、これだよ。さあ、このでかい、さあ、紅白の出演が。どっちですかね。これ俺なんだ、水が。意味的には。サッシャさん、サッシャさんまだやってるって、サッシャさん来ねえかなって思って。
うわ、まだやってる、本当だ。ここにいたかと思うんですよ。3つ出てないのがあるんですよ、ここにプリントアップが。あ、そうです。じゃあ1枚ずつ出す板で。違うか。そうじゃなくて。ホールって4択しかできないんだよな、これ。ネームカーブ、うん、あのアンダーバーのやつ。JK。うん、ちょっと JK にちょっとやっていただいて。でね、そこに私は自分が実は気に入ってるのそっちの方にあるんですよ。うん、いや、本当に。それまで。たまたまなんですけど。うん、3枚出てない。アンダーバーで行きようとかじゃ出すんだ、うん、君ねえ、もっとできるんですよ、ね、夢よ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 、なんか油性ペンを持って帰ろう、うん、こんなんでやらない方がいいんだ、何でやったのか、ね、これは一緒の人か、うん、なんかサーシャさん来てもいいですよ、トラックターンやってるだけですけどずっとやってると思います。複数回ポールで勝ち抜き戦に立ってこれ難しいよね。これ十何個あるから。なんか宿題やるのないですかと。複数回ポールで。うん。まず四つに絞り込んでですか、うん。それにないやつを出したいんだけど。なるほど。どうやったら出せるかなと。ここ、13、これ3枚出てないんですよ。これとこれとこれがプリントアウトないんですよ。あー、はいはい、あ、私はまあこれでわかる、それでわかる、うん、これとかちょっと見てみたかったかなって気がするんですよね。本当大きくなるんですかね。いや、ね、今ネット繋がってないんですよ。あ、そうなの、うん、ワイヤレス、こう来てるよ、あの、今日はだって今日は大丈夫か、この今日はそんなの、これまたちょっと急に眠がしてなんかね、今なんか急に、さっき盛り上がりしてたんですよね、紅白バランスで、今ちょうどやっぱここ夕方の少し眠たい時間帯なんですね、3時ぐらい、 あ、もう4時か、4時だ、4時すんでる、4時半だ、うわすごいな、もう夜じゃない、これからトラックダウン始めた、あちゃ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 あ、今日も明日もあるしな、ハッシュタグで振り分け、ハッシュタグで振り分けて、アンダーバー JK のやつ、あ、これは例えばハッシュタグで何とか8で何とかってやること、いやいやいや、 MM クラブアンダーバー JK というので皆さんつけてあげてくれてるので、ああ、うん、このそういえばタイムテーブルからスケジュールかなりずれてるけど焦った感じとかないですねって、いや 焦るようがないですね、焦るようがなくなって決めちゃうじゃない、そう聞いてみようかなみたいなことですね、うん、まあ、だいたい、まあ、こう絞ってもいいんですけどね、で、あの実はですね、これあの皆さん見えて僕の声聞こえてますか、ああチェックワンツー聞こえてると思います、聞こえてますか、あのマイクで、ですね、最終的に決定しましたジャケットは 1200×1200 のデータをですねちゃんともらわないと間に合わない、おお、うん、おお、それは大変、どうですか斉藤さん、その面でも 1200×1200 ドット ×1200 ドット DPI は、 DPI はどうなんだろう、誰か詳しいの聞いて、300以上ぐらい、350ぐらいじゃない、350ぐらい、普通の契約が700来ても使えないから、うん、すごい、だからこれのデータが1200で来てるかどうか、そう、350DPI 以上、もう以上じゃないと、すごい、みんなプロだ、ウカレさん、こちらのサイトってなんだそうだ、そうですよね、そこで言うとさ、何やってんだって話してたから来ないんだよね、なんで選ばれてるの、け読まれちゃったと、うん、うん、来ない、なんで、ね、うん、俺もなんかなんとなくこうあんまりこうイメージ限定しない、そうそう、同感です、あれとなんかそのやっぱり今度聞いた音のまんまのね、説明になってる、そうそうそう、面白いね、そうそうそう、そうでしょ、なんか、ね、すこれ会社の前のバス停なの、これ前のバス停ですよね、あーあー、なんか、ほんとだ、あ
リア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 リ、本当だ。そういう意味だな。ピピポじゃないの、うん、知ってるんだ。変わってますね。うん、すごい。まあこれは結構後から来て、ちょっとまあいい感じだね。やっぱり生つながるな。M クラブ JK の分はちょっとあの FM リコパルっぽくないですか。そこからあとついてましたね、カセットのなんかこう誰の分とかが分かれば、うん、FM リコパル。いくつかに絞ります。カセットの表紙、カセットの表紙なんかありましたよね。こういうのっぽいですね。これはもうあの向井さんの独断で。いやいや、ちょっと待ってください。俺ね、人生ずっとプロの 30年音楽やってるんですけど、もうジャケットに関するこの決定権とその決断権の全くないミュージシャンとして30年間、俺がこれがいいかなって言うと 99% 否定されて、だよねっていつも言ってるのと思ったんだとか言って俺。あ、はい、これじゃあこれで、これと3つ、これね、まあ4つ縛りとしては4つ、はい、それでそしたらポールできますから。これであれ、これポールできるのかな、今日ポールしましょう。ポールやろうと思えばできないこともないんですけど、でもちょっとジュンさんとか聞いてこよう。ジュンさん、ないのはあ、今日これをね、これと、もう一個、このラブ、これラブ、これ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 ラブないよね。これとこれと、あ、これもこれ1、2、3、これだ、この4つだそうです。同じ人かな、もしかして。この人これが一緒、同じ人ですね、やっぱりね、同じ人でね。そうそうそう、抜けてたからって言ったで、これとこれと、あ、違う、この4つが、はい、出されないです。これってでっかくなるんですか。あ、そうやれば、そうやればこういうの、ダブルクリックでもいくと思う。うん、違う画面行く。友達とかだって笑っちゃうよ、うん、これみんなが入ってるっていう、うんうん、すごい面白いんだけど、こういうのだから、その開けた内側とかだとね、すごい、うん、ただこれにするわけじゃないからね、うん、あ、そうですよね、バイクするんじゃないもんね、うん、そうデータあったもん、ね、うん、だから見えないゼロ、ただ信用のデータ、ただ私最終的に、いや、iTunes の中で、ね、そういうところの脇に出るような、あの、うん、窓に出るような、うちで300ぐらいないとダメじゃない、うん、なんか、うちのスタッフがそれ知ってるんで、ね、しても、配信用の、でも大きい分にはね、小さくできる、あの、表示自体はせいぜいこれぐらいなんですけど、うん、サイト上だからこういうので見栄えがまず第一なんで、これもだ、4つだ。 iTunes とかもほら、ジャケットダブルクリックして結構出るので、サムネイルの時はちっちゃいですけど、うん、確かに350とかっていう、そうそうそう、それはもうなんかボビーの世界ですね。でそれ決まったらうちの会社の その秘書の人に頼んで、もうその直接口が回ってんよ、なんか消極的になってます。いや、もうだいぶお願いって頼まれてますよ。向井さん、向井さん、まずいや、まずみんなの意見、俺民主的な人間なんで物はいいよみたいな、全員の名前入ってるっていうのはあるけどね。どれがいいかな、みんないいんだもんね。あ、これもちょっと違う、なんかフライトな感じでしょ。フライトじゃない感じだね、やっぱりね。フライトっていうか、あの、うん、それはストリームだから、そんなことないでしょ。やっぱり なんかそのイメージ的な集約はあった方がいいと思います、うん、あのやっぱりこう並んだ時に、あ、これだっていうの、うん、分かるものはないと、うんね、アイコンっぽい感じというか、うん、遠くから見ても分かるか、うん、並んでても分かるか、意外とあのなんていうんだろう、皆さんこうイメージ的な感じの方が多いんで、これだけ目に具体的ですよね。ちょっとだから外さないといけないですこのね、申し訳ないけど、これはちょっとすいません、これはものすごくインパクトがあったんですけど、うん、僕らがあのなんだろう、手売りの CD を作ってたらこれで OK ですね、うん、あのクローズで遊んでましたからね、ところがこれあの非常に不特定多数のクローズの
あのバックグラウンドを知らない人たちには、うん、ちょっと不思議なものに何玉ノ井さんみたいな感じになっちゃうんですね。許可が許せます最初からまずだから商標問題もありますね。ですんでこれに関してはあのデザインは素晴らしいです。これ三軒茶屋またどっかなんですけど、これはちょっとね、あ、そうなんだ。そうなんですよ。これすごくいいんですけど、この作品に関してはちょっと現在の状況ではちょっと厳しいなと。これちょっといろいろそうやってすいませんって言ってごめんなさい、ごめんなさい得意でしょ、タスタだから。でですね、次にこれなんですが、これですね、これもだから裏だったらいいんですよね。バンで例えばこういうのが裏ジャケットになってるんだったら、うん、これそうなんです。ちょっと待って、どうですかね。でこれ結構評判良かったんですけど、ちょっとね、暗いかな。暗い。ちょっと暗い。ね、トワイライトストリームみたいな感じで。でも今俺これ、これデザインですけどね。ちょっとこれそうですね。あ、もう分かんねえな、もうドラミがな。これ結構ね、これ人気あるんですけどね、これ。これ人気あるんですけどね、これ。ちょっとなんかディズニーチックな感じがしてる。あとこれすごいクオリティ。クオリティ高いんですけど。これね、ちょっと文字がちっちゃいんですけど、どうですかね、これ、みんな、どうですか。でこれなんですけど、さっきのあのクローズさんと同じやつで、これうちの会社の前の中里バス停をここまでロケされたっていうことで、これ非常に評価点高いんですけど、その中里のバス停とこの音楽とのその、あの生産をした、最初生まれたところは中里のなんですけど、バス停よりも音楽ブームなんですね。ですからこのバス停とこの高速さん、首都高3号線だってやっぱちょっとプロジェクトでちょっと中西に入れてほしい。そうですね、確かにこの先でクローズ買いましたけどね。買いましたね。マルエツ、マルエツです。ということで、これはあのなかなかいいんじゃないかと。この2つは本当どうなんですかね。惜しい、いつか見た同じ日のセイムタイム。これクローズだから、すみません、これクローズなんで、僕が鉄道が大好きだってことよく分かっていただいてるんで、すごい大事なんですけど、これちょっとクローズないんで、クローズオーバーな、これもあのクローズ、クローズなんで、すみません、たとえ大変残念です。そして次でクローズをなくしたバージョンがこれなんだ。それをなくした、なくしたバージョン、曲名だけにしてメイメムクラブにしたの。おお、なるほど。おお、でもそれはあり、まあ、それはありかなと、なるほどなるほど、っていうのもあります、はい、でポールという話になってるんですか。まだポールできないですよ。できないです。あと減らさないといけないんですよね、他に。他にどうですか。純次さん帰っていいか怒り爆発ってどういうこと。純次さんなんか盛り上がっちゃってるの、僕分かりませんもん。そうですか、もう長石君決めたい。おりゃ、すごいことになっちゃいましたよ、皆さん。もう持って戻す。とりあえずでも本当にこの辺はまずいですよね。これはクローズじゃない場合もあるんで、とりあえずじゃあこういう中の、あとこのこれも入りの、あと夕日の、どうすかなこれ。実際はあのやっぱりさっきの話じゃないですけど、はい、サムネイルぐらいのアイコンで最初皆さん見ると思うので、やっぱりこういうのちょっときついんじゃないですか、ね、これはね、ごめんなさい、僕もそう思った。これはですね、あのちっちゃくなっちゃった時に見えなくなっちゃうので、これはきついです。でそれをそれだとするときついのはどれかと、これもちょっときついな。でも分かりやすい点ではこういうのはね、確かに、これ確かにちょっといいなって、じゃあこれちょっと候補1。はい、あ、これです。そういう意味ではそっちに、あのやっぱり分かりやすいのがそうですか、ポイント捨てないので、これだったりとかこれは分かりやすい感じがしますよね。ああ、はあはあ、要はそのちっちゃいアイコンの時には見やすいかなって。 MM クラブっていうのが大きくて、ちっちゃいアイコンで見た時にですよ、アートワークとかに、これって単色なんですか。あ、違うんだ。あ、なんかこの、なんか、あ、はあ、はあ、
花さん、はい、花さん、好みどれ、好みで、お好みで決めて、私が決めですから、うん、いや、どれもいいと思うんだけど、辛坊さんが昨日帰る前にムカボンボでいいんじゃないって言い残して帰りました。ムカボンボ、じゃあもうくまちょんさんと千里さんは、何がいい、ねえ、千里さんとくまちょんさん決めてよ。作詞家の先生もイーブンの意見を言っているんだからさ、あれ、いやもう、ね、今度好き嫌いでしかないんですよ。好き嫌いで誰かのエゴで決めるしかないんで、これ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 、この4つ、うーん、こう、あ、うん、この4つ、でも一生懸命作ったらいいとかあるね。いや、皆さん一生懸命ですから、あ、そっか、うん、それを言ってると決まる。ただこれも文字がちっちゃいのがちょっと、ちっちゃい、ですね、ありましたっけ、網出しです、これとそんなにのやつ、これもそう、わかりにくいよね、上の方にもまだ出てないの、これ、これ、これ、そう、それ、あ、それ結構いいんだね、これ、これ、赤い文字、そう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 、もういい、それは結構あれなんだよね、あんまりイメージ限定しない感じで、何書いてあるんだ、名前が全部揃ってなかったんだ、なんか字がちっちゃいのが欲しいですね、それがいいです、これ、うん、もうこのまんまなの、うん、後ほど若干の微調整を、いや、それできますけど、今日までしか間に合わないです、そうそう今すぐできないと困る、そう、いや、今日の夜までは大丈夫ですけど、うん、ね、今見てくれてないと困る、そうそうそう、それ見そうだ、そうだ、それっせ、そう、こうかな、私はこう、この3つ、うん、じゃあこの2つでもいい、もう絞られてきた、絞られてきた、これはダメなんだ、ちっちゃいんだ、うん、字がね、うん、これインパクトは強い、確かに、うん、また好きか嫌いかだけど、どうですか斉藤さん、20位までなら投票できるカラー投票フォームを作りましたって、スイットポール、すごい、これやろうやろう、この、すごい、素晴らしい、早速クリックしてください、ね、じゃあちょっとこれね、この2人がクリックして、これそれでタイムライン見てる、あのタイムラインで、これ字だけ書いてくれるの、そう、それもね、惜しいんですよ、どんどんやっぱりもっとね、あの、なんだろう、後ろ抜きでバーン、バランスがガーンってでかい、何か写真がさ、なんかすごいイメージ写真、そうね、うん、ちょっと投与してもらうよ、はい、せっかくだからタイムラインに、じゃあその準備をしますので、準備に時間をいただきましょうか、曲がるうさぎさんの曲がるうさぎさんが作ってくれた投票フォームに、その誰かそれをペタって全部のジャケットデータ、曲がるうさぎさんのところに全部のジャケットデータをできる、後ろ側のレイヤーにこれ全部やってない、そうするとなんかちゃんと主役があって、番号と画像を結びつけてください、番号だけなのでって、じゃあ2人で全部揃ってるやつってどこあります、そのジャケットデータ、いや、ないです、あ、全部ないの、拾ってこない、そう、拾って、そう、今さっきのアンダーバー JK でで、それでまとめてくれてる人のページだったんですけど、でもね、拾いきれてないみたい、全部撮れてなかったね、うん、写真もね、今作ってくれたやつがこうすごい単純なやつですけど、こうなってるから今ここに 1,2,3 とか札をつけてくれるかもしれない、あ、どれが何番っていうことですよね、そうです、うん、そうしよっか、番号触れと、うん、これに貼れってことか、でもこっちのほら、なんだっけ、あれは何番する、あ、じゃあ、あれを、あれは見せてる、何番って言うの、よし、じゃあ行こう、なんか張り紙、今、今張り紙って言った瞬間に、張り紙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 、こういうことですよね、張り紙、付箋、付箋、これはじゃあ抜きます、この、ダメ、抜いちゃいましょうか、クローズ、あ、
そうですね、これはもう、ね、ごめんなさい、それは閉じましょうよ、はい、絞りましょう、これもちょっと残念で、はい、残念でしたと、これは残してあげよう、なんかね、あれが、はい、手作り感満載のシールでいいの、はい、あ、これ、あ、それでもいいか、こっちもありますね、あ、そっちの方がいいですか、はい、じゃあ、ですね、ポストイットで貼るまだ投票しないでください、ね、皆さん、はい、あ、やばい、眠くなってきた、やばい、よし、ちょっと、みんなえ歌うんだよし、貼り紙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 、ハモってくださいよ、貼り紙、貼り紙、はい、再得した張り紙先か先か先か、はい、あ、10個でちょうど、すみません、あの、それで11、12、13が中なので、これプリンターないんだよな、あ、そうか、ここに並んでないのがある、そう、これが11番なんです、あー、あー、あー、大丈夫、プリンターがないんですか、ただ一時的じゃないですかそれ。一番大事。あのあれですよ、ね。あのこの今の名前テクスチャーみたいな。これ二つですね。これとこの番、この人とこの人とこの人があって三つ候補なんですよ。うん、ではあれ、これもないか、これもないか。あ、これもない、これもない。あれ、これはあるか。これは、あ、それもない。あります。ある。じゃあこれと、これと、これですか、これもですね、そうですね、ちょっともうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、うん、これクローズないバージョンとして、うん、だからこれを、これが、触ると割れてくる、ああああそれある、今、じゃあもう一個じゃあもう これでどんどん出していく、じゃあ4枚大きくしたやつ、これ違う、ちっちゃくしよう、これもうキャプチャーでいいんですか、4枚、うん、これと、そこにもう一枚あるよ、iPad、 これと iPad4 枚、 iPad4 枚、 iPad4 枚ある、すいませんね、贅沢で、何番、いや、もうこれでいいよ、11、アップし、11で、これが12 細かい、え、すごい、なんか地道に、うん、これね、あのあと13、14、13、14それで、カメラさん協力してもらっていいですか、これをですね一発で、上が13、14全部番号振ってあるんで、これだけ、これ暗いのか、暗いかね、数字読めない、11番13、ふーって書いてみたいな、13、はい、大丈夫、そう、あ、すごい、あらららら、子供の痛くなかったね、確かにちょっと触るとさ、はい、くずかちゃん、はい、みたいな、こばしたみたいな、さあ、すごい、こんな、それでは投票、そうだ、誰が作ったのこの、いや、投票開始します、そこで作った、はい、でっかいの出す、でっかいのみんな1枚ずつ出せばいいんですよ、そうじゃない、じゃないと、こっちから取らないと。ていうかここどかないとだ。はい。これですよね。よし、カメラの側に向けろ。あ、そうだよね。このなんかこう。カメラっぽいとかじゃないよね。こうですって。です。はい。やっぱりこれ拡大表示したらいいよな、13、14。その方が誰か見えるぐらいの感じですか、1枚ずつ出しましょう、これ、ごめんなさい、4枚 iPad 使って、わかりやすいよね、どうしますか、じゃあそのアクセスを、それどこで立てるの、はいはい、これが11番、早い、これが11番、これが11番、誰かすいません、はい、ディスカのサイトつぶやいてください、はい、
ツイートの方すみません、さっきのディスカの URL つぶやいてください。もう一回お願いします。ピスカです。さっきのピスカのやつもう一回つぶやいてください。ピスカ共有サイト共有してる時の URL つぶやいてください。手から出せばいいんだよ。はい、出ました。これはでも何だろう。こっちは投票する方だ。あんまり拡大。絵の入ってるサイト URL は何だろう。あとツイッターの方じゃなくてピスカの方の URL をください。もう一人あった、もう一人。もう一人ね。iPad あるよ。教えてください。ピンク色ね。さっきこの横っちょにあったこの赤いやつ。これ、この人。あれ。これを出してほしい。これかこれが。これ12、13です。ああ、なるほど。でも非常に面倒くさかったらですね、あれ13、14いっぱいありすぎるんですけど、これです。この人遅れちゃうのか。あ、モルグライズだった、モルグライズだった、もう一回あった。あれなんか変な、渡辺は遅くね。あと僕はこれ全然なんか、これこれと、もう一個はツルツル滑っちゃうんですよ。あ、そうなん。これが13。お父さんのこと確かにアナログなめちゃくちゃ遅いと思う。これダウンロードですね。投票クーリーオイリーですか。そういう滑りですか。あれさっきのこれどっか行っちゃった。俺どこ行ったのこれ。結局審査そうなりましたね。そうですね。入れなくてもいいかな。そうですね。どっかに18枚あるのがあるっつって。あと最後このこれと。あ、すみません、ありがとうございます。それで終わりだ。あれ？これ。電車のでなんか、これも出てないですね。それがこっちで出そうかとしてる。あ、いや、ここで出そうとしてたのあれですよね。テキスチャーみんなが今アクセスしてるのもしかして。あ、わけわかんない。全然出てこないですよ。まずこれさ、事務所にかけてる方には。ここには音楽業界みんなたけてるんですか。あの自分のフィールドがすごく狭い、うん、はい、あと1個出ればこれが出れば終わりと思うんだけど出ないよ。出ればちょっとこれ、はい、出ます。多分それでこの、このこれとこれだけ、このやつです。 iPad ってスリープこれこれこれだする。しない設定にするにはどうしたらいいかが分かった。私は設定のところであれなんだっけ。ああもう出ちゃった。これあれでかすぎたから、これだね。はい、これで終わり。これを変えて12番で記者は。あ、記者を出さない。あ、記者だったか。記者ね、これ見てもいいんだけど。そうだけど番号が違う。11番くん。はい、はい、じゃあ5枚ずつにし、あ、でももう取っちゃった、ね、あ、やべえ。あ、もう、よし。記者か、7、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、入れ替えちゃう。13じゃない、こっちは13じゃない。
あれこれ何話せ、何話せ、これ誰、その黄色、これで終わり？あ、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 これ喋がなんか撮ってブログとかにダッと上げられると一番画像データあるんで、であるんですよね、全部揃ってないんですよ、画面がちっちゃすぎてきついっすね、やっぱでもちっちゃい画面で見れる、方が見えない。あ、言いますか。15番。これでしょ。あ、それでしょ。あ、そっちの方がいい、うん、あ。ありがとうございます。ちょっとボケますけど。本番。雰囲気で決めよう。なんか三上さん、それタイムライン。はい。はい。始まります。15。解像度がいまいちです。あ、タイムライン、ね。はい。はい、タイムライン。はい、はい、はい、それでは BGM 入れますかね、ハモリですか、すごい、じゃあもうそれじゃあポールを返しましょう、はい、ポールを、ポール用のポール、ポール、もういいの、そこどうですか、ホールの時間が来たぞ、ホールホールホールの時間が来たぞ、ご紹介の順番でホールホールホールの時間が来たぞ、ホールホール、怖えよって光ってるって言われちゃっても怖えよってすごくない、お経みたい、お経みたいね、くだらねえ、すいません、すいません、怒らないでよ、ここまで来てくだらないって言われちゃった、ね、もうね、そうですよね、ここまで来て今度落差がいいんじゃないですか、なんかこれって何、僕らね、ディスられたっていうの、これ違う、なんていうの、まあね、怒られちゃったってこと、怒られちゃったんですか、今中西実だ一曲、せめてピカソと同じ、ごめんね、もう時間がなくて、投票されてるんですか、ポールのあれも出さない、ポールのやつは、ね、何でしたっけ、いや、これピカソか、ピカソがそっちか、じゃあポールはどっちだ、選んでないんだよ、選んで選んでツイットポール .com、 あれ I831 なの、1831、あれ多分 I だと思うんですけど、ね、これが1だからね、もう一回ポールのページから来た、来た、来た、誰か、そっちで行きましょう、はい、はい、これ I8、 それ結果はどこで見る、あ、投票ここか、投票ここで、結果はどこで見る、うん、じゃあボートしてください、後期のやつ、これ結果どうやって見るの、そう結果の見方してください、誰も見えない、よっしゃ投票できた、どうだよね、投票は投票すると結果が出るのか、あー、そリフレッシュ、リフレッシュやってみていいですか、割れてますね、あ、見えてるんだ、やっぱり割れてますね、投票しました、あ、できてるんですね、投票した、11番です、まだ結果見てる、あ、結果出てるの、わ、すげえ、うわ、うわ、おお、でも結構割れてるね、散ってますね、うん、数が出てる、これって全部ツイッタピックに上がってる、そういうわけですか、そんな風に見えるんだって、
チットピックだけではない、一人一票なの、一人一票なの、まあ入れてるでしょ、ね、1500人も見てるわけですから、そのぐらい入れてると思います、うん、9番が、あ、やっぱりあれだ、9番、9番、13番、あー9番、あ、なんか予想通り、うん、13番、あ、9番、13番、はい、9番入りました、9番、あ、これ何、あ、それ、うん、それでいきます、 10番がトップ、10番、9、13、あ、9番、あ、9番がトップ、9番、これ数が見えないんですかね、ここに出てます、あ、これ一人一票にしてくださいね、これ。あ、本当に一人一票しか入らないんじゃない。10番が31。え？なんともう売ってちゃうの？まずいよね。まあでもみんなの両親に信じます。一人一票、一人一票。皆さんの両親にかける。でも18番とかに投票してる人いるからね。9、10、13あたりですね。9、10、13、2、10、13、9と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 13
字見にくい、ごめんね、これ13番だ、これ13、うん、それが13です。4つで決戦ポールします。決戦ポール、決戦ポール、決戦ポールしちゃう。そうしますよ、通から6番から1票引いてくださいって7番の、あ、間違えちゃったんだ、はい、ね、決戦ポールいきますか。まあ、選んであとは、まあ、うん、逆にそこで当事者の方に、うん、それから選んで、わー、全然全然早く TD に行かないと。いや、もうやってますから、向こうで準備。準備でしょ。3も人気ある。3は、あ、なるほどね。よし、上位4つでさ、あの、サイズポールしましょう。何秒前にしましょうか、投票終了。カウントダウン。カウントダウン、投票終了、カウントダウン。はい。10。おう。もういきなりですか。もう。あと、あと100個ぐらいいきましょうか。100からの。100？ めっちゃうざい。いや、100だと思っちゃう。30ぐらいでも。カウントダウン。カウントダウン。お待たせしましょう。じゃあ、はい、あとじゃあ3分ぐらいにしましょうか。3分。どうですか。リフレッシュしましょう。3分。あと3分、あと3分、あと3分で、ちょうどあの17時ですから、あと3分で、じゃあ17時までで、17時で終了させていただきます。17時をもちまして、この投票を終了します。93に連れられて。すごい、またこんなこと。じゃこれダダンダダンダーン、ダダンダダンダーン。カウントダウンじゃないですけど、カウントアップ、カウントアップ、カウントアップ。ダダンダダンダーン、ダダンダダンダーン、ダダン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 。あ、これやばいや。でも著作権あらら、劇版にいてほしいですね、向井さん。劇版ですか。でもやっぱ著作。パケテクポカテトティコプキドタティコパカティク。あ、俺ピアノあったのどこ行っちゃった。じゃん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 。よし、もうまもなく終了ですよ。あと5時で、5時で終了ですよ。これと5時が全く連動してないんですけど、すいません。これ何のために動いてるんです。なんとなく焦る感じをね、ちょっと焦り感を増していくっていうですね。これで私のこの電波時計によりますと、はい、あとあとこれ5時までこれ2分2分切ってますね。はい、やっぱいい線、2分、じゃあそのストップウォッチで3分ぐらいですね。3分にするのがいい。そうですね、このストップウォッチで3分になったら終わります。9番か13番か13 でもあれみたいになりたくないね、あの東北新幹線の新しいやつの、ああ、はやぶさになったでしょ。
あれ7位だよ、7位が1位になったんだ、だからそう、だから人気投票したのに1位が選ばれなくて7位になったの、どういう意味ですかそれ、わかりません、じゃあしなきゃいいのに、ね、で僕すぐ電話しましたよ JR 東に。マジでそれおかしいだろう、これは僕本当に大きな声で言うけど、はい、本当に電話した JR 東に、でその時に僕の会話を制限するとね、はい、今なら間に合うって言ったんですよ。皆さんがどう思ってるか僕は代表して伝えますから、はい、今ならもうね、はい、あのもう待ってたあのヒーローになれるから、はい、ここで勇気を持ってね、はやぶさを撤回してくださいって JR 電話したんですけどね、はい、全くダメでしたね。20分ぐらい俺は珍しい、あそこまで熱く俺電話で語ったこと最近、はい、すぐ1位は何だったんですか。1位はですね、あのもちろん初狩りなんですよ、元、ね、2位がなんと初音だったんだよ。初音ミクに色が似てるって言って、3が白鶴だったかな。でそこからずーっとのにハヤブサがあったんだけどね、なんかこう速さとなんかこうハヤブサしました。だったら投票しなきゃいいんだよ。さんラスト10、10ですか、はい、9 8 7 6 5 4 3 2 1、終了。カン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 、はい、じゃあ1位は初狩り、あ、違うか、違いますか、発表します。で、あの1位、9番、でも割れてるんですけどね、78ボート、全体のボートの中の 16% でしょ、それでも479ボート、すごい、すごい。2位はですね、13番、はい、これが72ボートで非常に近い、これ 15%、はい、うん、あとはどうしますか。で 3位4位いきます、はい、4位まで行きましょうか。じゃあ3位は、これでいくと間違えると俺壊れちゃうかな、はい、3位は味噌汁。いや10番、はい、中里、はい、これがですね、50ボートで 10%、はい、で4番目がこれ僅差なんですけど、サイトによって違う、3番、はい、おお、はい、なるほど、はい、毎月変わる。さあこれで番号変えずにいきますか。はい、いきましょう。これでポール、これでもう一回ポールですか、はい、はい、じゃあこれ一回リフレッシュじゃなくてもう一回やり直すとき、はい、これどうやったらいい、もう一回そのページを作って、あ、こっちにね、作った人が、これを全部書かしてね。すいません、ま、曲がるうさぎさん、1から4で作ればいい、もう一回あの新しいあのツイートポールシステムを作ってもらって、選択はですね9、10、9、10、10、あれ9、3、9、3、9、10、13、サンキュー、1013です。すげえな、後ろにスタッフがこんなにいっぱいいるってことですね、はい、ここでそうです、あのって言うと、もうこういうジャケットすら上がってきちゃうんですよ、すごいですよね、返事来ないの NHK ぐらいですね、本当ですね、NHK、ごめん、7も4位だ、7と3が同じなんだよ、同率、7ってどう、どれ、やばい、7はね、CD ケースの方、はい、はいはい、7、ああ、でももう一つあんの、これ、はい、うん、はい、7、そうだ、じゃあ3、7、9、10、13、 Twitter 見てるとなんか違ってたら誰かが言うんじゃない、教えてくれる、うん、はい、はい、ごめん、すいません、曲がるうさきさん、3、7、9、10、13で決選投票、はい、3、7、9、10、13、3、7、9、10、13、新しくこのページを作って、ね、今日ですね、ポールシステムがちょっとあの配信の都合上使えないんですよ、それと今5選択なので、うん、3、7、9、10、13で作っていただけますでしょうか。普通のポールは今日できないんです、はい、ね、うん、3、7、9、10、13 で、これってはやぶさの例を言うと、ありがとうございました、では、5番を選ばせていただきます。簡単に言うと、そういうことですよね、簡単に言うと、ね、こうやって選んで、はい、それじゃあ、人気投票では何番が1番でした、それじゃあ私たちは、その中から、関係ない15番。やっぱそれ今なら間に合うって言っちゃいますよね、それで俺電話しちゃいました、ほんとに。そ
これはまずいな、うん、3、7、9、10、13曲がるウサギさん、曲がるウサギさん、新しいシステム作ってちょーん、うん、マガルウサギさん、マガルウサギさん、マガルウサギさん、もういいやっつっていなくなってたんで覚えたね。もうできてる、もうできてるって、これこれこれサイトできてる、あどうぞ、あ来た、マガルウサギさん来ました、この新しいサイトです OX、 ちょっと書いてね、ツイットポール .com ツイートしてくれ、また違うサイトで、はい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 、なんか立ち上がんない、リロード、これなんて書いてある、そうそう、お ROX ROXS1R、R0 だな、 0XS1R です、つながりません、 R0 ダメだね、あ、来た、真ん中まで来てピタッと止まった、Wi-Fi 繋いだせるの？設定画面で。あ、投票できた人はできたって言ってる。できた人はできたって言ってる。繋がらない。誰かもう一回投票ページを作る。だいぶ重いようです。全然つながりません。激重なのですが。接続エラー、投票はこちら、本当あれかな、戦った後一緒です、一緒です、一緒ですよ、 R0XS1R です、ダメですね、曲がるウサギさんいけないんです、助けてください、ダメです。
ああそうなの。向谷クラブも向谷クラブも結構影響出ちゃうんだね。この勢いを紅白へ。ダメですかそれ。サイバーテロ状態。いいはがきですか。はがきと両方ですね。往復はがきで。返事状態。そんなは何のための。全員で。往復はがき。サーバーダウンしちゃうよね NHK。全員で。まあ、今回 の, あのじゃああの、レコーディングで、まあ、一つこう言えることとしては我々はもうちょっと歴史を作りましたと。スイートポールを落としました。あ一つ、ね、一つ歴史実績スイートポールを落としました。私たちの影響でスイートポールを落ちたみたいです。申し訳ないです。増強してください。スイートラさん作ってくれませんかね。スイートラさんじゃあみんな頼んで誰か落ちてないところでなんかシステムを作ってください。すごいカーペットブリクリユーストやっています。これともユーストリームで向井さん宛にみんなメールで投票ここにダーってやつはみんな読み上げるから早く早くよしそうしよう。でもすあれ向井さん目大丈夫ですか。目大丈夫です。じゃあですねじゃあ僕のあのね究極のねアナログテクノロジーで小の字書けます。うわーすごい小の字シリーズ大きな紙くれそれこれでいいじゃないですか。どの時点からでしょうか。どの時点からこれでもそう待ってくださいよちょっと待ってスタッフの方がこれはつぶやいてやっぱりあのじゃあ待って待ってそのタイムラインより先がスタート10、13、3の係とか9の係とかいて9いました。9です9です、はい、これさ もう入ってる入ってるやばいまだ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 よまだだよもっと縦長のないですね。じゃあ9とかでじゃあ9 そのぐらい入足になると思うんですよね。日本みんな面白いねちょっと待ってください。じゃあっていうのがどういうそれでもあの最後の最後で最もやってはいけないテクノロジーサインペンと小文字面白すぎる面白すぎる俺が行くよ全く電脳できないじゃあまだ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 はい行きますよ。じゃあただいまよりスタートいたします。せーのスタート。ピーな言ってください。13はい9誰か一人じゃないと分かんないから。あ、やばいやばい。誰か一人じゃないと分かんないですよ。スタッフさん頑張ってください。じゃあはい。3。どれが何番か。9。7。向かいやデータバンク。一人一票ですよ。一人一票ですからね。7。はい。まだはいはい。9。カルタどうした。いっぱい来ていっぱい来た。7。すっげえな。なんか緊迫感ある。もう滞っちゃったねこっちはね。10、13、19、13、7、13、9、9ちょっと待ってはいいいよいいよ10、9、13、9、13、9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 
それにしましょう。流れてちゃう、流れてちゃう。あ、行っちゃった。
申し訳ないです。もう一回。ごめんなさい。いやー、俺今の読み上げる人も大変だけど、意外と大変だよこれ。一応これがここまで頑張ったんですけどね。すごい。でもばらけちゃってますね、見事に。やっぱ九担当、何番担当とか分かれてるんですね。でももうどれか動きそうなシステムを1個に絞った方がいくつか当たっちゃってるので。ああ、世界って俺も。目が覚めたでしょ。目が覚めた。目が覚めました。目が覚めましたけど。何秒も使うか。ここにできたそうです。はい、ここにできた。はい。ここにできたというやつにします。これになるかわかんないですけど。面白いとか何かしてない。もうキーボーディスト他の子でさせる。スノッターのやつですね。はい、スノッター .com/ANSアンサーですね。ans/1/784。スノッちゃんだ。スノッターのやつですね。すごい。でもそこも落としたら知らないよ。落ちた。あ、いけてる。今いけてる。スクロールしないんですよね。戻らないですよね。で番号を選びましょうというやつですね。どうだ。違うか。私も出てきましたけど、出てきますか他の方。全然リンクできない。そう。来た。来た。ついにリンク。つなっと来た。皆さん。で募った向井さんが書き取りやすいように、あのちょっとずつ5秒ずつディレイしますから。結局書き取るんですか。いや。書き取るの。いや。無理というか今わかりますか。あれ出てこない。時間かかります。面白かったですよ、ね。やっぱり。またこっちやもう一回やってもらいたいな。だって無償なんじゃなくて。向井実る対タイムライン。あ、これも回答できないや。ダメか。やっぱりしんどいんじゃないかな。また重い。またやりますか。これだからさ、5人準備して3の人、7の人とやればいい。そうそうそう、ね、あ、じゃあさ、こうしようよ。あの速記係とさ、あの手を挙げる人と控える人がこう5人ずつ並べばいいんだよ。何手を挙げる人。だから手見つけたらピッて手を挙げるわけで、こっちだと挙げた手を返してこうやってやる。いや、その中から3を見つけてじゃあ3ピクって手を挙げるわけで、相手の迎えにいる人が3っていうのが。ああ、なるほど。こうやるのなんかあのフィーリングカップル5対5みたいなやつでもかなりきつかったですよ、さっきのあの文字の流れ方が、ね、どうですか。やっぱり向かい 3を見つける人は3しかずっと探してないってことですね。そうそう、だからその人で3の相手の人は3の人、はいはいはい、3が手が空いてたらよ、うん、じゃあ、 3の人とか言って3の人だけザーって答え出してもらって、最初30秒3の人だけつぶやいてもらって、 3の人だけこう手を挙げるイエスっていうふうにすると、次7の人ってやって、で7の人3がダーって流れちゃう。でもそれ数えるの大変だね。まあ、ものすごく早い、うん、誰かに数えてもらう。やっぱり日本野鳥の会社石澤さん、そう思います。こういう時にはね、あ、その方がごめん石澤さん、1、2、3、4、5してほしいんですよ。5、あ、5もう紅白じゃないですか。石澤さん、5までだ。角田が一応いや、動いた、重いけど出てますね。出てはいるんだけど、一回オッケーしないと。向こうちゃんと仕事してますよね。ちょっと見てこう。これ笑った、これ。これ笑った、これ。さっきまでスタジオの中で、ピッチがとか言ったら、おーイエーとか言ってたのが、これがすごいな。ジャケット決めるのにこんなに時間かかるとはね。一応募ったで今途中経過出てます。あー出てんだ。この3択でいいですか。あ、いいです。あ、これユストラさん、ユストラさん、ユストラさん5択で、ユストラさんできた。ユストラさん早い。これだといいかな。ユストラさんつながります。ユストラさんでいきましょう。あ、その間ちょっと俺も中見ていきます。はい、すごいね、うん、でなんかできるシステムができちゃったんだ、うん、なんか真面目なインタビューしてる。俺も熱い。
欲しいの見てね。バカウケでしょ。はい。ぼちぼちやりましょう。今度できた。映してもらう。はい。ゴールダディすごい。こんなのなんだ。面白いね。来てる来てる。あ、吉田さんの結構皆さんこれ俺んだっけ。できてるみたいです、ね。今来てます。吉田さんので投票。やっぱ9番13番が伸びてる。これ俺のは名前知った。13番じゃないですか。13番です。13番です。13番がそうだそうです。自分じゃあ BGM で。今度はなんか皆さん投票できてますね。あ、結構サクサク動いてますね。このジャケットがいい。私も一票入れさせてね。9と13の決戦になってポチポチっと押してねホールのボタンをポチポチっと押してねホールのボタンでたつたつたこれ今さあどれのジャケットがいいんだろうかキルト13が競ってますさあどれがいいと思うんだろうかあとどのぐらいにしますか。はい、それではまもなく終了で。まもなく終了の時間となりますよ。じゃあこのあと何分？ポール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 交換じゃないね。ポールポールポール投票。はい。だポールと投票同じことじゃない。それ平均アベレージみたいなもんだよ。そうですね。ね昔ボーリングで言ってなかった？俺の平均アベレージ。あったよねあれ。あれ日本中のあのテレビでもやってたよ長山律子さんの平均アベレージがあってた俺あれ大きくなって気がついてあれ間違いだってことだよ、ね、平均平均ってことだよね平均長山律子選手の平均アベレージはみんな言う頭痛が痛いです、ね、そう頭痛あ頭痛が平均アベレージ平均アベレージ知ってる人少ないだろうなまだはい、はい、それでは、そろそろポール投票してポール投票の今474票です470ポール投票していただきました。ちなみにですね、今ちらっと見てきたんですけど、現在もすでに全くあの視聴者の数が変わってないです。1500何十名の方がですね、このおいこいつらバカじゃないのって言われてるどうせ俺らバカなやつ。ポケパレポレポケポペ、ポケパレポレポレポレ。落ち着いてきましたね。締めきましょうか。終わりです。平均アベレージ。はい、じゃあ集計。集計。お。リロードで、どうですか？最終リロードもう一回やってみますか、はい、最終リロードリロードリロードはい、結果発表はい、さあ、時間発表ですじゃーん発表いたします第1位は20、これ？あ、割れましたね割れました9はい、はい、すいません、じゃあもうこれは申し訳ないんですけど、小選挙区制ということで、はい、あの審議票も出てしまいましたが、はい、一番票を取った方が当選ということで、はい、皆さんよろしいでしょうか。いいです。はい。では結果発表いたします。
ぱり最初先行逃げ切りでしたね、はい、9番1点は13番です。9番の方が、はい、万が一、はい、いやこれは冗談なんだよやめてくれとかここに来てこれはダメなんだよこれは俺出しただけなんで俺はジャケットとしてどうしても使ってもらいたくないっていうことはないと思うんですがか、まあ、なんかこう事態とかあった場合は、はい、時点が13番ということで、すいません皆さんありがとうございました。たくさんのご応募ですね、はい、それでは業務連絡です。9番の方大至急 1200×1200 ドットのでデータをどこに送ればいいですか。ですねどこに送ったらいいんだろう。9番と13番の人がここにいるかどうかですよね。いますかって聞いてみます。はい9番の人ツイートしてください。9番と13番の人いますか。なりすましはなしですよ皆さん、9番の方ちょっと待ってください、ね、今じゃあ9番の方のをここに送ってくれっていうアドレスをちょっと今会社に聞いてきます。会社に聞くためには会社に行くためのどうしたらいいかな。タタ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 タ9番9番になりましたね。なりましたね9番。なかなかでも最初からみんないいって言ってましたからね。いやなんか慣れしてなったかなって感じしますね。まあまあなるべくしてなりました、まあまあ、この2つね、はい。他の方々のもね、ちょっと残念でしたけど力作いっぱいでしたよね。ダダ漏れで作ってくれた方もいらっしゃるんですが。ですよね、この、この辺、この方もこの辺りそうですよ。ダダ漏れでね、ダダ漏れで作っていただきました。番組ね、作ってまでやっていただきましたけども、またやってください。懲りずに。すいません9番になっちゃったんです。なっちゃったなっちゃったんですってのはちょっと語弊がありますけどもね、9番に決まりました。9番です。今朝の1時の後ツイートしてません。いやだいぶだいぶおそんなことまでわかるんですか。いやわかる、あの名前がわかってるから。いやだから名前がそうなっちゃったんで。何さんですか。9番9番の方、PNS7693、PSN769 PNPNS 769、はいはいはい、PNS 769さん至急お電話ください。どちらね。アップしてるのあんまり大きくないんだろうなこれサイズ。9番さん、9番ミュージックで。あそう、なんかるのなんかこのそちらから番号を聞くのでアドレスを、ねね、そちらから接触してほしいですよ。そっちの会社の方からしてですね、うん、そうですね。あ、13番の人はいます、はい、13番の人は今終わりました。ちょっと終わりました。はい、はい、ちょっとこれまたちょっと公開でありますんで、はい、どうもすいません。はい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 、どうもすいません、はい、弊社ジャケット制作事業部の方から、はい、ちょっと注文がつきまして、まあ、ちょっとこの解像度と、はあ、いただいたデータを見た時に、はい、9番さんのものがですね比較的低解像で来てて、はあ、ちょっとジャケット その印刷物に耐えられるような、はあ、仕上がりになってるかどうかと。そして弊社ジャケット事業部の方ですね、13番の現在のデータ その状況がですね、はい、まあ、非常に、ある程度のものになってるんじゃないかということで、ちょっとこの両方ですね、はい、の方に接触をさせていただけないか。なるほど、で今さっきも見たように9番13番は非常に近接してますので、13番の方、これは13番の人でリアルタイムってタイムラインです。あ、今いらっしゃいました。じゃあこれですね、音楽館音楽館すごいですね、音楽館ジャケット担当者、はい、テレビ電話ですね、テレビ電話さん、そのサイズだから教えてあげた方がいいですか。ですね、音楽館フォローして D すればいいね。そう、ハッピー D ハッピーアンダーバーマグさん、誰かこっちカメラ映してくれないかね、はい、あ、映していいのかなこれ、ね、見ちゃってこういうの公に、これが公開されてる、大丈夫ですか。音楽館音楽館この企画面白い。やっ
いろんなこと決めたくなっちゃった。音楽館、音楽館、これちょっとアップしてください。音楽館の、ジャケット担当者ですね。この、あのアドレス相手にですね、今すぐこうご連絡を取っていただいて、再度ちょっとあの、ちょっとごめんなさい、今時点なんですけど、状況としては非常に微妙な今状況なので、あのご連絡いただけないと、かないか、かないか、ね、音楽館よろしかったら、よろしかったら、うんと言ってたって分かんないね。了解と。了解と。で、もう一方、9番の方は誰ですか？BNS769 その方は昨日の朝、今朝の朝1時で最後なんですよ。ツイートが9番の巨大画像公開登録言ってるんだけど、この武器として携帯電話使うからね、やっぱり音楽館、音楽館この人に DM 送ってみたいな。あ、ハッピーマグさんはうちランドマークに近いんでデータを今から持ってきますと。もしもし、すごい。9番解像度どうですか？9番の高解像度版もあるよ。ある、あるのはある。これでどうなんだろう、見てください。13番さんはですね、お近くなんて持ってきてくれるって言うんですけど非常に状況がまずいですね、そんな感じ。そうですか、じゃあそれはそっち、うん、13番さんを我々のロゴマークにしたらどうでしょうかっていう案が出てると。おー、はあ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 、じゃあすいません、作業に戻らなきゃいけないんですけど、そちらの方で9番、うん、公開、あ、9番さんそれでいけちゃう、いける、あ、よかった、あ、そう、公開像度なんだ、これやっぱ。でも勝手にまたジャケットにすると問題なんで、一応 DM って、あのうちのジャケット事業部の方からそんな事業部今作ったんだけどあのジャケット事業部の方からちょっと、うんうん、連絡して、でじゃあ9番さんで決定 で13番さんにはそのまたそれも連絡でロゴデザインとかで使わせていただけませんでしょうかという形で、あのちょっと接触していただけませんか、はい、よろしいですか。じゃあ分かったらまた連絡してください。はいはいはい、じゃあ9番さん高解像度発見ということで、それそっちの社内的に事業部的に大丈夫ですね、それだったら。それそっちから今連絡来たからこう動いてるんだけど、はい、じゃあ原則キューバーさん決定、13番さんすみません接触取っておいてください。はい、ありがとうございました。じゃあ、キューバーさんにも接触取ってください、決定です。じゃあ、おめでとうございます、キューバーさん、ありがとうございました。ありがとうございました。私のこれは何だったんですかねでも、でもやっぱりキューバーが一番分かった。でもキューバーやっぱりずっと一貫してる、はい、やっぱりだから、ただ絶対的な強さではなかったんですよ。ありがとうございました、お疲れ様でした。はい、じゃあ仕事に戻ります。仕事してんだよ、はい、このパッドは誰のでしょうみたいな、はい、はい、
パン食ってるんですか。いや、見た見た見た、もうちょっと。
やっぱこの仕事が今晩解決したところはみんなと一緒に言われたいから、これはそう言いたいというもんだと思います。じゃあ説明しましょう。ちゃんとやるからですね。でもかえってそれがミニアブロックするかもしれないけど、じゃあそうしよう、そうそういうやります。これから完成しますと。皆さんだって付き合ってくれた人がこんなにいるわけだから、それは数字でしょ。でただそういう一言は言います。じゃあそれで連絡してね。それでしょ。まあだけど もともとさ、このこういう問題の原点って、このお互いのこの変なせめぎ合いみたいなさ、じゃあお前らもちゃんと音楽作れよみたいな、そういう話になりかねないし、こういう、なんていうの、そこ性善説というか、まあ、これは普通の関係なんじゃないかとか、フォローとフォロワーの関係ってだと思う。あの、はい、教師です。超えてた。大島さんが先ほど呼びました。